1 hours of Yas Marina. Start! You are engines! はい、それでは、最終戦決勝の模様をお送りさせていただきます。おそらくマックス・フルトン選手以外は予選順位のままかなと思いますので、マックス・フルトン選手が、前に出ていただけたら、問題解決するかなと思います。フォーメーションラップの中で改めて順位を確認させていただきます。LMPU の方は、KH がポールポジション、2番手ブルーブラック、3番手ジム・クラーケン、4番手にクリチャン・スクミズ、5番手ミンティア、6番手リオ・テラス、7番手にマックス・フルトン、そしてイザー・アタックやリサルト・ゾンタ、フーキー・ダチライネ・ミトスパ、こちら計11台ですね。そして GT の方がポールポジション、田中和樹、2番手マルコット・ホルター、スーパーカム、ライト・マツ、フェルナンド・タモンソ、そして、マリストン・ゴメンディ、アイルトン・タカ、ナギ・ヒルゲンベルク、ミーチュン、ピーター・ドンボレックの計10台となっております。さあ今から1時間の戦い、記念すべき MDSS100 戦目、どのような結末を迎えるでしょうか。 MEC2016 シーズン1最終戦、ヤスマリーナサーキット、現地時間17時からのトワイライトレースとなっております。テストレースではこのフォーメーションラップでちょっと接触があったりもしたんですけども、大丈夫でしょうか。そして、まあ、新しいサーバーの方も今のところ FPS の乱れもなく来ております。さあご覧のようにコーナー速度の差でもう GT と NP かなり差がついていますが、うまく時間差を空けてのスタートとなりそうで、その分GT と NP の1回目の絡みが想定より早くなるかもしれません。さあセクター3区間に NP クラスは入ってきました。まもなく、最終コーナー一つ手前、そして最終コーナーからスタートとなります。 MEC 第7戦ヤスマリーナサーキット、さあ今スタート、綺麗なスタートか、ブルーブラックが前に出る、そしてインからポルシェ、アウディも来ているが、ケイチと軽く接触、さあブルーブラックが取りました。そしてケイチ対クリスチャンスクリーン、サイドバイサイド、プジョーの蹴り出しが非常に良かった。そして GT クラスの方が今さあ今スタートしていく、
こちらは田中和樹がポジションを守りました。マイコトホルタスーパーカム、そして後ろでゴメンディ、ライト松の前に出る。タモンソが少し順位を落としているか。ナギフルケンベルグ、アイトンタカ、そして、混乱はなさそうです。綺麗なスタートとなりました、両クラス。NP クラスの方は先頭はブルーブラック、2番手ケイチ、3番手ペイチャンスクネル、ジム・クラーケン、リオ・テラス、伊沢拓也がポジションを当ててるミンティア、マックス・ルトン、リサルド・ゾンタ、ヘイキ・ダチライネ、ミトスパ、こちら等間隔。そして最初の1本目のストレートで狙っているのはマルコ・トルツァ。さあエイルトン・タカ対ナギフル・ケンベルグ、サイドバイサイド。2本目のストレートですね。ストレートエンドインを取っているがチームメイトタモンソがいる。さあ NP クラスはご覧のような位置関係になっています。アウディデがやや後方、軽くイエローフラッグが出ていましたが、ライト松が少し遅れているか、ナギフケンベルグ、アイルトンタカが絡んでいるか、フェレナ・タモンソも順位を落としている。タモンソこのポジションは厳しいか。マルコ・トホルツァは現在2番手、そしてイエローフラッグはゴメンディが止まっている。そしてそれに追突してしまったのはナギフケンベルグか。ナギフケンベルグ少し不用意なイエローフラッグの中でのフルスピード、他のマシンはうまく避けていきましたが、ちょっとリプレイを見ないと分かりませんが、ゴメンディがおそらくスピンをしていたのではないでしょうか。さあマックス・ルトンがやや遅れているが、そしてミトスパも遅れている。ブルーブラックがこちらはドライバーズタイトル獲得のために現在トップ快走中、2番手ケイチ。ゴメンディに何があったのか、そしてトホルツァが前に出ているのが GT クラス、レッドアローズレーシングの2台が追いかけます。ミーチュン、アリトン・タカ、ドンブレック、タモンソ、そしてフロントカウルをなくしたまま走行しているナギフケンベルグか。ナギフケンベルグかなりストレートが伸びる。ダメージはあると思うんですけども、ストレートが、アップデートが入ったかのように。さあゴメンディが後ろでクラッシュか、なんとか耐える。ゴメンディはこちらリアは、ナギフケンベルグとの接触で失っているようです。さあブルーブラックとケイチのギャップは 1.1 秒、クリスチャンスクイズも迫ってきています。こちらファーストティント、まもなくこの、トップのブルーブラックは GT クラスと絡んできそうです。次の週あたり絡んできますね。もうゴメンディが見えますが、ここで少し、順位が動くかもしれません。今ちょっと、最初この手前一つ手前ですね、デブリが落ちていましたが、さあナギフケンベルが、修復のためにピットイン。
上位3台はとりあえず綺麗にゴメンディをパスしていく。さあ両テラスがうまく持ってきているが、スリップストリームに入る。しかしアウディがやや伸びる。ザアタックやミンギア、リサルト・ジョンタも常に立ちないね。さあこちらも、予選と順位が入れ替わっています。トホルツァー対田中。そしてスーパーカムとレッドアールレーシングの2台が続きます。少し空いてライト持つが単独走行。ミーチュン、そしてアイルトン・タカ。多門層の横、今 LP が通過していきます。ドンブレック、ゴメンディ。ゴメンディはピットに入っていないようです。リアのダメージが気になるところ。さあドンブレックが遠赤に弾かれたか。ナギフルケンベルグがフェルントカウルを修復してコースイン。さあだんだん暗くなってまいりました。もう間もなくコース上転倒がされるかなと思います。ギャップは 1.7 秒、そしてコンマ4秒ずつの差でクリスチャン・スクミ、そしてジム・クラーケ、レオ・テラスも来ています。さあここでトホルツァーが3番手に落ちています。レッドアローズレーシングの2台が前。おそらく先ほどイエローフラッグがあったのがこのトホルツァーか。さあ今コース上転倒されました。さあ上位勢が絡みんでいます。今 LMP と GTA の上位勢同士が絡んでいる。ブルーブラック綺麗にこちらパスしていきます。KH も今離されずに2番手、1秒ほどのギャップをキープ。この順位ならまだピットで十分に順位が入れ替わる可能性があります。レースが始まって間もなく15分を迎えようとしているところ。さあ伊沢拓也、ここでリタイア表記になっています。伊沢拓也がここでリタイア。マツダ勢はこの両テラス1台のみとなってしまいました。それ以外はかなり落ち着いたレース。先ほどのナギフルケンベルグと、ゴメンディのクラッシュ以外は非常に落ち着いたレースになってきています。最終戦スーパーカムが
うまいことこのトフルツァを抑えている形で田中和樹ギャップを広げていきます。さあナギフルケンベルク、今度ボンネットが飛んでいっているか、またクラッシュがあったんでしょうか。ナギフルケンベルク、さあ少しずつその差を詰められているブルーブラック、ケイジとのギャップが1秒切ってコンマ6秒。すると平気立ちラインあたりまでがまだまだチャンスがありそうで、平気立ちラインまでが11秒、まだまだ分かりません。ファーストスイント、タモンソは燃料との兼ねを今気にしているとのチームの情報が流れてきましたが、さあコンマ4秒までなってきています。ギャップ GT は少しばらけている。タモンスは燃費走行を検討しながらの走行、現在前はミーチュン、そして後ろにはゴメンディとアイルドンタカがいます。順位を、2ソフト上げたでしょうか。さあ上位5台がこのような等間隔も久しぶりでしょうか。まだまだ自己ベストが出ています。ご覧のようなキャップ、7番手の平気立ち来年までが、さあマックスートンが一番最初に入ってきました。 NP クラス、さあご覧のような形で稀に見る NP クラス。さあブルーブラックがかなりスリップを嫌ってインのライン取りを取っている。さあご覧のような上位5台、そしてリサルド・ゾンタもこれに食らいついていっています。さあコンマ3秒まで来てここでインに飛び込むか。さあマックストンが今ピットアウト、 LP クラスで最初に出ていきます。マックストン、さあ現在9周目に入っています。トップ先頭集団、LMP クラスですね。こちらがブルーブラックとコンマ3秒の差でついていっています。さあドンブレックが絡んでの、ここで少しギャップを広げたでしょうか。ドンブレックが絡んでの両テラスがなんと3番手に上がっている。こちらリプレイですか、もうこの時点で。そして1号車、アウディの1号車がコース復
き、ホースオフから復帰したマシンと接触してフロントにダメージを負っているとの情報が入ってきました。ちょっとコース復帰したマシンがどのマシンか分かりませんが GT か LMP か、おそらく GT、接触した車両の方もダメージを負っているのではないかと思われますが、さあ両テイラスがケージを食わんとばかりに接近している。1台になったマツダが大奮闘、来シーズンのシート争いにも大きなアピール。どうやら接触があったのはプジョーの6号車と接触があったようです。こちらミンティアと接触があったと思われますか。ブルーブラックがさあ先に入っていきました。プジョLMP クラスは先にブルーブラックが入りました。これで KH 両テラスという関係になりました。ピーター・ドンブレックもピットイン。この争っているのにリチャルド・ゾンタもこの集団に追いつき始めています。アウディの2号車と3号車平気立ち来年は現在6番手。さあ GT クラスの方が続々とピットイン。スーパーカムとホルツァの上位勢も入ってきました。ダモンソ・ミーチュンはまだ入りません。そしてこちらゴメンディもいます。マノーチームはステイアウトを選択している。こちら GT は戦略が分かれてきているでしょうか。田中和樹もまだ入っていません。現在トップ。さあ、ケイチが一周遅れで入ってきました。ブルーブラックとの位置関係を見ていきましょう。ブルーブラックアンダーカットする形になりそう。さあ、一気にピットイン。LMP クラスが一気にピットイン。こちらピットかぶりも気になるところですが、一気にピットイン。上位6台が一気にピットインしています。これはピットで順位が変わるかもしれない。ブルーブラックが一番得をするのか、一気に入ってくる中、さあここでアストマーチレーシング99号車ドライブスルーペナルティという情報が入ってきています。さあブルーブラックが帰ってくる。 KH は今ピットアウト。さあブルーブラックが前、 KH は今ピットレーンを通過、2番手で復帰。3番手クリスチャン・スクミズ、そして両テラス、リサルド・ゾンタがジム・クラーケンの前に出ました。ジム・クラーケンは少しダメージがあったようで、さあジム・クラーケンホワイトラインをカットしてのピットアウト。これは今映像が残りまして、ジム・クラーケンホワイトラインをカットしてのピットアウトとなりました。そして平気立ち来年が7番手、マックス・ウトンが8番手、ミンティアが今ピットアウトします。 LMP はこれで全車ピットインを済ましました。今ミストスパがピットイン。さあトップの田中和樹が入ってきています。
タモンソ、ゴメンディもピットインか。そしてトホルツァーがご覧の位置で、スーパーカムとかなりギャップが開いています。おっとライトまず回っている。リプレイがこちら、縁石に乗り、おっとっとっとラグかな、少し不可解な動き、こちらちょっとラグっぽい動きをしていますが、ブルーブラックと KH のギャップは逆に 2.8 秒まで広がりましたが、ブルーブラックは一周早く入っております。クリスチャンスクミズはピット作業で両テラスの前に出たとのこと。ブルーブラック KH の作業時間等も含めこの 2.8 秒、アンダーカットをする形。アンダーカットというか先に入ったのがブルーブラックでしたが、この1周差が残り39分ですね、40分切ったところ。ジム・クラーケン選手の、ピットアウト時、ホワイトラインカットについては審議対象となっております。クリチャンスクミズとギャップが、3秒2秒2秒。おっとライト待つ選手がここで Do not finish 表示、リタイア表記が出ております。おそらく先ほども不可解な動きがあったのがサーバーではなくライト待つ選手自身の回線が少し悪いのか、さあミーチュンが最後に入ってきました。これで GT クラスも全車1回目のピットインを終えます。 GT クラスの方はマルコト・ホルツァーがトップ 1.4 秒後方に田中和樹、スーパーカムがこちらはギャップが 3.9 秒後方、そして18秒ほど後方なんですけれども、ミーチュン今ピットアウト、結構早めのピットアウト。チームメイトのゴメンディが今ホームストレート上、ゴメンディの前には出るか、さあ今ピットアウトしましてゴメンディ、タモンソ、アイルトンタカ、ナギヒルケンベルグ、ピーター・ドンブレックですねとなっております。ブルーブラックとギャップが 2.7 秒、あまり変わっておりませんこの両者の位置関係。そして両テラスは今度は、前のポルシェでなく後ろのアウディをケアする形になってきそうな位置取りになってきました。さあタモンソとトホルツァーはおそらくピットのタイミングが違う、ピット回数がおそらく変わってくるのではないかというのが、フォルクスバーゲングループの無線の情報となっております。トホルツァーはもう入っているのか3ピットかという情報に対して9周目に入って、おそらく、3ピットという情報が、フォルクスバーゲングループの無線、提供です。ありがとうございます。さあ GT はトホルツァーが、ご覧のように5秒ギャップを、
気づいておりますが、ここで K1 と、少し絡んでしまう。 K1 が少し、つかかってしまいましたが、そしてレッドアローズも、ご覧のようにアウディの今後ろ、さあ間もなくレースが始まって半分が経とうとしていますが、さあこちらチームメイトバトル、ここでスーパーカム、イタリア帰りのスーパーカムが前に出ます。田中和樹3番手、チームオーダーではなく、こちらどうやらガチンコバトルのようです。この2台、レッドアローズ対決、さあクロスラインで片中和樹が再びインを取って前に出る。2台の熱いチームメイトルバトル、そしてここで K1 が一気に 1.9 秒までギャップを縮めてきましたが、再び 2.2 秒まで広がっています。さあこちらもチームメイトバトル、ミーチュー対ゴメンディ、ナディフィケンベルが今ピットアウト、さあご覧の位置関係 1.9 秒まで迫ってきています。さあ両テラストを狙っているのはリサルド・ゾンタ、次のストレートで狙えるかどうか、この後のスケインからの、GT が絡んでの、おっと接触、リサルド・ゾンタと両テラス接触、軽くつついてしまう形となりました。リサルド・ゾンタさあ再び田中和樹が前での2番手争い、そしてゴメンディとミーチューも順位が入れ替わっております。すぐ後ろにタモンソが来ている。
ダモンスは一つでも前の順位で終わりたいところ。クリスチャン・スクミラー自己ベストをここで出しています。現在3番手。さあ残り今30分を切りました。ブルーブラック今接触があったでしょうか。速度板と接触をしたか。こちら今そうリプレイをご覧いただきましたが接触があったようですが、さあここでプジョーのもう一台ミンティアがリタイア。10分おきぐらいに1台ずつ消えていっています。今3台がリタイア。接触があった2台ですけども両テラスがなんとかポジションを1つ落としただけで来ております。さあそして田中和樹一時は5秒ほどあったギャップですけども 1.1 秒まで接近している。マルコとホルツァーのポルシェのマシンはスティント後半がかなりガクッとタイムが落ちてきています。2分12秒台が先ほどのラップ2秒ほど遅くなっていますが、その関係で一気に縮めてきました。そして KH がファーストスト、そしてそれを塗り替えてくるクリスチャン・スクミズ。2番手3番手が一気にここでプッシュしてきています。アイルトン・タカがおそらくスピンしていく方かなというのが地図情報からですけれども、先ほどイエローフラッグ。さあレッドアローズが再びポルシェに迫ってきています。さあラストランのクリスチャン、ピーター・ドブレッカースピン。ラストランのポルシェクリスチャン・スクミズ現在3番手ですけども、マシンの調子が良くなってきたとの無線が入ってきております。現在3番手トップとのギャップは4秒。まだまだ分かりません。残り30分、難しい局面に入ってきました。 GT がレコードラインを主張している中のブルーブラック、ミーチューも多門層と争っているのでなかなかレコードラインを分けてくれません。さあコンマ4秒まで来ています。強引に行ったがここでブルーブラックがピットイン。ブルーブラックがここで2回目のピットイン。残り26分、 KH がこれで単独トップ。両テラスもまだステアとジム・クラーケン。
マックス・グルトンはクラッシュがありながら現在8番手を走行中。2回目のピットインですね。今入りました。ミトスパー、そしてと田中和樹がトホルツァーの前に出ています。ついに逆転してきました、田中和樹。ポルシェ・マルティニの前に出ました。そしてそのポルシェピットイン、やはりタイムの落ちが著しく来ている関係でピットイン。そして多門数を抑え続けているのがミーチュン。さあ、KH がここ一周遅れで入ってきます、ピットイン。そしてポルシェスクミズをステイアウト、アウディのリサルトソンターステイアウト、残り24分。2回目のピットインのタイミング次第でもう1回入るかどうか。さあ、両テラス、ジム・クラーケ もステイアウト、ゴメンディ、そしてミーチュン、タモンソも来ていますが、ステイアウトの模様。さあ、見えない戦いになりました。ブルーブラックが戻ってきている。KH は今ピットアウト。さあ、トホルツァーは3ピット確定だよというフォルスワーゲングループの無線。そんな中、グレートスマイルレーシングの2台、フェルナンタ・モンストが特に、ステイアウトをしております。さあ、 KH とブルブラックのギャップがかなり広がって 5.9 秒。さあ、スーパーカムがピットイン。さあ、クリスチャンスクミが入ってきました。ブルーブラックを見ていきましょう。ブルーブラック今 GT と絡んでいる。かなりロスしているか。ブルブラック前、ブルブラックが短いスティントでつないできているようです。そして今 KH 対クリチャンスクミズ、 KH 対クリチャンスクミズ、クリチャンスクミズがここで前、クリチャンスクミズがピットアウトで KH の前に出ました。最終戦最後のレースで見せます、ポルス19号車。KH の前で2番手、見かけ上の順位は3番手で復帰。そして GT は戦略が分かれてきています。田中和樹はまだ1ピット、そしてゴメンディも
まだ1回目の1回のピット、スーパーカムは2回入りました。トホルタも2回入っているが、スーパーカムが前、ミーチュンも1回、そしてタモンソもまだ1回。タモンソとトールツァーのギャップがだいたい10秒前後か。さあリサルゾンタが入ります。さあかなりギャップを築いているのはブルーブラックですが、これは持つのでしょうか。5秒差、5秒のギャップ。ナギフルケンベルが3回目のピットイン。長いイエローフラッグを振られているのはどこか、どこでしょうか。ミトスパが回っていますね。さあ追いかけます、ポルシェとトヨタ。そして両テラスがジムクラケにかわされている。GT のトッパラサイト絡んでいるのはこの4台。うお、かなり狭い。おっと両テラス少しゴメンディと接触しそうになりかけましたが大丈夫。さあミトスパどこかでクラッシュがあったのか、リアウィングがありません。かなりスタイリッシュになってしまいました。さあ田中和樹、こちらは3回目のピットイン、いや失礼、2回目のピットイン。そしてごめん、ピット引っ張ってるゴメンディの後ろに2回目のピットストップを置いたスーパーカムが追いついてきました。ゴメンディ入る。タモンソはどうでしょう、今ピットに入ります。5秒ずつの間隔でクリスチャンつくみず KH。ミチューも入りました。あと入っていないのはアイルドンタカ残り16分を切ろうというところで、 GT クラスは田中和樹が、現在トップ、スーパーカムが2番手、3番手にトホルツァー、かなり接戦の上位3台です。その45秒後方にゴメンディとタモンソ、
こちらが2回目のピットインを終えました。ミーチューも2回目のピットインを終えています。なかなかギャップが縮まりません。むしろこの後ろの方がギャップは縮まってしまっている。さあ今15分を切った。こちらはコンマ5秒のギャップは変わらず、このバトルしている関係で5秒から4秒後半のギャップを築いているのがブルブラック。ミトスパはリアウィングはありませんけど、そのまま走り続けています。さあスーパーカムが素晴らしい仕事、トフルツァーを抑え続けながら素晴らしい仕事をしています。さあ GT はこのレッドアローズレーシングの2台の牙城、このまま行けばマルコ・トフォルツァーが史上2人目の未勝利チャンピオンということになりそうです。そしてブルーブラックもこのまま行けばチャンピオン獲得。そしてマニファクチャラータイトルの方ですが、ポルシェが今2番手にいますが、ジム・クラーケン、リサルド・ゾンタと4番手、5番手、これはアウディの連覇が見えてきています。残り13分、アウディの連覇、そしてプジョーのドライバーズタイトル。 GTE は、史上2人目に未勝利でのドライバーズタイトルということになりそうです。マックストンが少し、どうしたでしょうか。こちら田中和樹、スーパーカム、マルコ・トフォルツァ、誰が勝っても初優勝。タモンソーがトフォルツァ自身を抑えると、捉えるのは少し厳しいか。13秒のギャップがあります。失礼、もっとあるね。45秒以上、52秒ほどです。ギャップがあるのでかなり厳しくなってきている。さあ間もなく10分、残り10分、最終戦残り10分を迎えようとしています。さあブルーブラックも早く入っている関係でレースペースがかなり落ちてきている。もうコンマ9秒もクリスチャン・スクミズより遅いペースになってきました。54秒台で走行中、
早く帰入った関係なんで、問題はいつ入るのか、そして後ろの2台は入るのか入らないのか、いつ入るのか、今でしょう、入りました、まさに今入る、そしてこれでトップが入れ替わる、トップがこれで入れ替わります。しかしまだ油断できません。トヨタが狙っている。今でしょと言わんばかりにプジョーがピットイン、そしてジムクラーケンも入ってきましたね。さあサイドバイサイド、さあこれはどうだ、インに入られるか、うー抑える、再びスリップに入られる、むしろここ先ほどのストレートエンドで無理に狙っていなかったか、ちょっと遠いか、今シーズンから各車両シーズンと十分挑戦よりかなり NP は接戦が繰り広げる形、プジョー、ポルシェ、トヨタが今回、この第7戦では非常に接戦を繰り広げています。先ほどから KH はプジョーの1周後に入る形でしたが、残り8分というところでどうなんでしょうか、入るのか入らないのか、おっとクリスチャン・スクリーズ入る、 KH はステイアウトを選択、ブルーブラックとの位置関係が43秒、おそらく残り8分、短い作業時間で出ていくと思われますが、さあ短い作業時間でクリスチャン・スクミのスピットアウト、ブルーブラックが多門層に引っかかる、まだ前にもアイルトン・タカがいます。さあクリスチャン・スクミはこれで逆転か、逆転か、逆転だ、ブルーブラックをついに逆転、クリスチャン・スクミズ、クリスチャン・スクミズがブルーブラックの前に出ました、大逆転、そして KH、 そして GTE もこのレッドアローズレーシングのワンツー体制をキープしています。マルコ・トゥルッターはスーパーカムが3秒遅れてしまって3ストップ、予想通り、これ、モルクワムグループの予想通り、フリーストップになっております。5年で2ストップ、タモンソ。さあ、KH。KH と今度はクリスチャン・スクミズのピット争いになります。クリスチャン・スクミズは現在セクター、2本目のストレートエンドで前には同クラスマルコ・トゥルッターが少しいるような気になるところ、さあ KH ピットアウト、ピットイン、このマルコ・トゥルッターに引っかかっているのがリサルド・ゾンタですが、先に入ったクリスチャン・スクミズ残り6分、さあクリスチャン・スクミズホームストレート、今ピットアウト、 KH、 クリスチャン・スクミズがここで前、ついに大逆転、ラストレースを勝利で飾ろうとしているのはクリスチャン・スクミズ、ポルシェ19号車、
そして KDH はブルーブラックの前、ブルーブラックはここで3番手に交代。これはドライバーズランキング的にどうなのか。ついに逆転クリスチャン・スミズ、残り5分でついにトップに躍り出ます。そして KH とのギャップも8秒気づきました。もうギリギリのピットアウトだったと思われますが、3番手にブルーブラック、残り6分からレースが一気に動きました。ブルーブラックはほぼ完璧なレース、レース全体の 90% ほど完璧なレースでしたが、ここに来てやはり早め早めに入ってきた、ツケが回ってきたか。そして GT クラスはご覧のように田中和樹、スーパーカム、そしてマルコト・ホルザーが3番手。このままいけば史上2人目の未勝利でのチャンピオン獲得といったところでしょうか。ゴメンディ、タモンソ、タモンソはもう一つポジション上げたいが、ゴメンディとのギャップは 9.8 秒。MDSS50 戦目の勝者はクリスチャン・スクミでした。そして100戦目、今回100戦目の MDSS をなんとラストランで飾ろうとしようとしているのはこの19号車クリスチャン・スクミズ。こんなことがあっていいのでしょうか。ドラマのような筋書きで現在暫定ですわ、暫定順位は2番手、リサルド・ゾンタがまだステイアウトしている関係で2番手ですが、残り3分リサルド・ゾンタは入るんでしょうか。もしかするとここは姉妹チームですけれども、チームオーダーが入って順位を譲るかもしれません。現在ちょっと計算ができないので分かりませんが、2番手クリスチャン・スクミズ、そして4番手がブルーブラック。このままの順位でフィニッシュするとおそらくブルーブラックが、ドライバーズタイトルを獲得するのではないかという予想、ちょっと、事前に計算していなかったので分かりませんが、残り2分を切り、3分切って2分40秒、あと2、3周ほどでしょうか。さあここで KH がファーストストラップでクリスチャン・スクミズに迫っていますが、 7.8 秒のギャップ、リサルド・ゾンタはステイアウトを選択していますが、クリスチャン・スクミズのレースペースは1コンマ9秒ほど速く、もうみるみる追いついてきています。やはりフレッシュなタイヤ、そして両テラス対ジェム・クラーケもコンマ3秒の差、マツダ対こちらアウディ、マツダ1台になりましたが孤軍奮闘しております。さあ 2.5 秒までギャップが縮まっています。リサルド・ゾンタ対クリスチャン・スクミズ、左上のテロップ、そしてスーパーカムとギャップは 3.4 秒まで広がりました。田中和樹、こちら初優勝が見えてきています。残り1本切った、
さあご覧のような位置関係ですが、チームオーダーはあるのか。この次の週がファイナルラップになります。さあ残り30秒でコントロールラインを通過して今ファイナルラップ、チームオーダーはあるのか。2.1 秒のギャップ、2秒。普通に走るとこの周捉えれませんが、さあブルブラックも懸命の追い上げ、ファーストラップ。優秀の美を届けることがあるのか、リサルド・ゾンタ。さあしかしスリップに入れそうな位置関係になってきている。もう涙で前が見えないかもしれないクリスチャン・スクムズ、現在2番手。さあ一気にアウディに追いついてくる。どうか、これは譲るのか。さあチェッカーフラッグが振られています。さあここで譲りそうな雰囲気になってきているが、最後の最後で譲るのか。さあもう目の前にリサルド・ゾンタ、譲らないのか。さあ今コントロールラインに向けてリサルド・ゾンタが優勝。なんと譲らない2番手にはクリスチャン・スクミズ。そしてケイチが3番手でフィニッシュしました。チームオーダーはなし。クリスチャン・スクミズは惜しくも2番手でフィニッシュ。なんと言うことでしょう、大逆転を狙っていた。そして GT の方は田中和樹が初優勝、そしてスーパーカマが2番手、レッドアルゼンシがワンツーフィニッシュ、マルコとホルツァーが帰ってくる。タモンソは森さんごめんでパスしている。どうでしょう、ポイント達成的にどうかわからない、ちょっと計算していない。なんということでしょう、リサルド・ゾンタが大逆転の優勝。さあ、あとホルツァーが GT3 番手でフィニッシュ。こちら公式結果をお待ちいただきたいと思います。そしてタモスは帰ってくる。クリスチャン・スクミズの100戦目優勝があるかと思いましたが、最後まで譲ってくれませんでした姉妹チームアウディ。しかしアウディも限界ギリギリも55秒のラストラップ。さあマックス・トンが8番手でフィニッシュ。タモンソはゴメンディとの抑え続けて後ろにすぐ来ているが、今タモンソフィニッシュ、そしてゴメンディがフィニッシュ。この結果タモンソがチャンピオンを獲得したのではないでしょうか。最後ゴメンディを抜いた関係でポイント差的にはおそらくタモンソが未勝利での王者になったと思われます。そしてマヌファクチャラーズタイトルはアウディが優勝したことによりアウディ獲得。 LMP クラスの、ドライバーズタイトルは公式発表をお待ちください。ご覧のような結果になっております。